はい、第19回2022年3月試験ですね。国家資格キャリアコンサルタント試験面接試験対策講座の選び方ということで、私レック専任講師大森智美がお話しさせていただきたいと思います。はい、まずですね、レックでは面接試験対策講座ありまして、そちらの方ちょっとまず切り替えますね。コンテンツとしまして、1,2,3,4,5 種類あります。一級技能士が教える面接合格ウェブ道場、これウェブ通信ですね。でマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポート、こちらはオンラインズームを使って実施しています。で下の3つは通学講座になっておりまして、関東とか、まあ、関西、あと名古屋とか、あと静岡とかやってますけども、慶長からチェック面接合格講座、一級技能士が教える面接合格講座、繰り返し練習面接合格講座ということでね、まあ、面接合格って全部ついてますけども、面接合格するためにっていうことですね。まあ、レックキャリコン養成講座、今年20周年なんですけども、試験資格試験合格のレックとしては42年間にわたり、さまざまな資格の受験指導をしてきております。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家資格試験対策講座を用意しております。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会試験向けの講座になっています。国家資格キャリアコンサルタント試験っていうのはですね、2団体やっておりまして、キャリアコンサルティング協議会 と、日本キャリア開発協会っていうね、キャリアコンサルティング協議会は CC 協議会、 C っていうのはアルファベットの C ですね、 CC 協議会、日本キャリア開発協会は JCDA っていうね、もので検索した方がちゃんと出てきます、 CC 協議会ってね。で、まあ、学科試験は両団体とも同じ問題なんですけども、実技試験の方は内容が異なりますのでね、ご自身願書申し込むときにはご注意ください。で講座の内容、特徴、受講料などをですね、今からちょっとご案内していきますので、まあ、キャリアコンサルタント試験の難しい点は実技試験、特にね、面接試験があることじゃないかなと思います。まあ、レックでは通信ウェブ、オンライン、ズーム、あと通学講座と受講しやすい携帯を用意しております。はい。では次いきますね。まず、面接試験対策講座。こんな感じでオンライン、ウェブとオンライン、そうすると、まあ、全国からね、皆さん受けられるというこの2つあります。でウェブ通信では一級技能士が教える面接合格ウェブ道場というのがありまして、オンラインズームではマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポート、ね、こちらあります。まあ、養成講座受講生も実務経験で受験される方も、まずは一級技能士が教える面接合格ウェブ道場でロールプレイの実施例を見てから、マンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートをオンライン、ズームで受講することをお勧めします。まあ、コロナ禍でね、中高研修が心配な方とかもご自宅で受講できますのでね、ぜひ受けていただければと思います。で次、面接対策講座の中の通学講座、3本ありまして、まあ、関東と関西でしかやってないんですけども、こちら慶長からチェック面接合格講座で、下の次が一級技能士が教える面接合格講座で、3つ目が繰り返し練習面接合格講座、これは関東、関西、静岡、名古屋でやってます。これはレック生限定になります。レックの養成講座受講生限定ですね。まあそういうふうにウェブでやるっていうことでは、まあいいんですけども、まあとはいえね、面接試験はですね、対面でロールプレイを実施するので、まあ、実施本校実施日に限りがありますけども、通学講座で面接試験と同様に15分間のロールプレイと口頭諮問の実体験をすることをお勧めしているので、まあ、こちら通学講座ですね。まあ、上から順番に受講されると完璧になるとは思うんですけども、予算もあるでしょうから、ご自身のロールプレイスキルによって選択されると良いと思います。まあ、ロールプレイの基本となるカウンセリングスキルから見直せる慶長からチェック面接合格講座、キャリアコンサルタントを指導するスーパーバイザーの一級技能士から指導を受けられる一級技能士が教える面接合格講座、
まあ、レック受講生は面接試験前の最終チェックにレック生限定の繰り返し練習面接合格講座っていうのがね受けられるといいかなと思います。それでは順番にどんな内容なのかってことですね。まず通信の講座です。一級技能士が教える面接合格ウェブ道場、いつでも見れます。このウェブですのでね、講座内容は国家試験の内容、カウンセリング技法や合格に必要な知識を講義で学びます。まず講義ですね。さらにコンサルタント役とクライアント役の模擬ロールプレイと口頭諮問を講師が面接官としてチェックして収録しています。あの先生同士、実はねキャリコン養成講座の先生同士でコンサルタント役でクライアント役を演じてるんですね。その模擬ロールプレイやってます。でそれを一級技能士の内藤先生が見ている、そして公表するっていうかね、あのそれは映像になってます。まあ、試験によく出る学生男性女性編と3つのパターンを網羅しています。まあ、面接試験とは何かっていうのが理解できる内容になっています。講座時間はまあ3時間ですね。でウェブ配信期間は12月10日から3月27日まで。で受講料はレック受講生一般価格ともにまあ1万円となっておりますね。内藤先生がやってます。まあ、一級技能士の内藤先生なんですけども、国家資格キャリアコンサルタントの上位資格のキャリアコンサルティング2級1級技能士検定対策講座を担当されるほか、まあ、書籍も多数出版されている講師です。まあ、面接ロールプレイとはどのようなものか、動画で視聴したい方におすすめの講座になってますっていうね、こちら一級技能士が教えるっていうねうちの売りになってますけども、まあ、内容はですね、面接試験の、あの構成と評価区分ですねの理解から、キャリアコンサルティングの進め方といったロールプレイの基本的な概要に加えて、ロールプレイの展開に必要なテクニックが学べていきます。レック養成講座の講師が、まあ、筑後っていうのね、あのやり取り、コンサルタントとクライアントのやり取りの筑後をもとにコンサルタント役クライアント役になってます。先生がね、で3つのパターンを演じています。内藤先生が試験官となって口頭諮問の解説、あとロールプレイで陥りがちな9つのパターンのアプローチポイントを説明しています。まあ、通信ウェブ講座なので、まあ、全国どこからでも視聴可能です。あと通学講座にもね、一級技能士が教える面接合格講座ってあるんですけども、通信ウェブ講座と通学講座の講義の内容っていうのはね、もうむね一緒なんですけれども、まあ、通信はまあ、パワーポイントで説明していて、まあ、通学はワードのレジュメにされしているっていう違いもありますね。あとですね、通信ウェブの講座は、まあ、3つの筑後記録をもとに面接の動画を見ていただいてケースを解説していますけれども、まあ、通学講座はこうロープレイを実際その3つのケースをもとにですね、ロールプレイのやっていただいて、でその癖や課題を一級技能士からフィードバックをもらえる形になってます。そうですね、ロールプレイだいたい 6-7 ケース体験できるんじゃないですかね。自身がコンサルタント役の時とクライアント役の時と、あとあの観察者役の時でね、いろいろケース見れるので、それはやっぱりちょっと大きな違いがあります、通学と通信ではね。はい、では次ですね、ロールプレイサポートオンライン Zoom ですね、講座になってます。で講義内容ですけども、まあ、全国どこからでもオンラインで受講できます。講師とマンツーマンでトレーニングってことですね。自宅から Zoom で面接トレーニングができます。実技、まあ、ロールプレイ演習の機会が十分になく試験を不安に思っている方におすすめです。講師がクライアント役となってロールプレイを実施しフィードバックを行いますので、しっかりとトレーニングができます。自身の改善点を把握し自信を持って試験に挑んでもらうことができるよう受講生をサポートしますということですね。講座時間なんですけども、これは1回1時間、まあ、講座というか、まあロープレですね、やってフィードバックもらってっていう時間。そして受講料ですけども、これはレック受講生は8000円、一般価格1万円です。
このロールプレイサポートなんですけども、ホームページ、ロールプレイサポートのホームページに日程表が掲載されていますので、まあ、実施本校にまず空きを確認してからお申し込みくださいということで、お支払いはオンラインでできます。まあそうですね、受験申請をして、まあ、試験までの間ロールプレイの練習ができない状況があってね、不安に思っている方におすすめの講座になっています。まあ、自宅からオンライン、まあ、ズームですけども、で講師とマンツーマンで、まあ、ロールプレイを行っていただいて、でフィードバックをその講師から受けるという形になっています。まあ、練習役とは、練習といってもね、やっぱクライアント役結構重要ですので、この講座では講師がクライアント役を担います。なので試験にのっとった練習ができます。まあ、受講生同士、友達同士、友人同士でね、練習しても、まあ、お互い結構良いところをこう褒め合ったりなんかしてしまうことがあったりするので、まあ、自分のですね、改善点を把握することって結構難しかったりするんですけども、まあ、この講座はマンツーマンで講師から的確なフィードバックが得ることができますので、改善点を把握できます。あとですね、どのような講師が担当するかっていう、結構ね、マンツーマンですので、うちのいろんな先生担当してます。でホームページで確認していただいて、で担当講師、まあ、指導を受けたい講師ね、自身で選んでいただきます。日付もありますけどね、日程も。で養成講座でフィードバックを受けた先生から、まあ、個別にアドバイスしてほしいな、もう一回とか、あるいは初めて見る講師、初めて担当さの講師から、まあ、異なる、今まで受けたフィードバックとは違う異なる視点で、まあ、気づきが得られるかもしれませんということでね、まあ、養成講座サブ講師もこれ参加してますので、まあ、皆さんにより近い立場からのアドバイスがまた受けられると思いますので、ぜひね、こちらも見ていただければなと思います。はい、では次は通学講座ですね。通学講座は傾聴からチェック、面接合格講座となっています。内容なんですけども、まあ、国家資格では傾聴がしっかりできているかどうかが合否の大きなポイントです。傾聴とはただ話を聞くことではありません。すでに練習を重ねている方も、あまり練習ができていない方も、具体的にどのように進めればよいのかを練習を通じて身につけましょうということなんですけどね。これは1日7時間、まあ、間に昼休みで1時間ね入りますけども、まあ、だから8時間、拘束時間ありますけどね、7時間みっちりと練習できます。で定員は、実施場所は関東と関西ですけども、まあ、各クラス12名となっています。まあ、最小最高人数は6名ということですね。で受講料はレック受講生が12,000円、一般価格は15,000円となっています。担当講師こんな感じですね、関西では吹田先生、吉見先生、あと関東では黒田先生、西村先生、須藤先生ということでね、こんな感じでやってます。まあ、傾聴ね、ロールプレイの基本中の基本ですけれども、まあ、気持ちの受け止め方、まあ、クライアントが発する状況、事実、気持ち、の中から気持ちの開き方ですね、気持ちの応答の仕方、話の重要部分を深掘りする方法がね、わからない方、クライアントに気づかせようと誘導してしまう方、一方的なアドバイスをしてしまう方、口頭諮問の受け答え、ね、受け答え方がわからない方におすすめの講座です。7時間もありますのでね。まあ、受講生3名につき、講師が1名入ります。だいたいこうグループでもちろん3人ずつグループになるんですけども、講師必ず1人入りますので、フィードバックの時間をしっかりと取りますので、コンサルタント役としての練習は2回ですけども、他の受講生の方のフィードバックもとっても参考になりますので、こちらおすすめですね。じっくりやってきます。はい、では次、一級技能士が教えるですねの通学、一級技能士が教える面接合格講座、こちら通学版です。キャリアコンサルティング協議会の実技、面接試験で求められるスキルを身につけることができます。キャリアコンサルティングの進め方、カウンセリング技法を振り返り、ロールプレイ、口頭諮問の練習により面接力を高めます。一級技能士からの実践的なトレーニングと的確なフィードバックにより、試験に向けて自身の課題を明確にすることができます。講座時間は1日7時間、先ほどと一緒ですね、1時間
もちろん昼休み入りますのでね。で、定員は、まあ、実施場所は関東と関西なんですけども、通学。各クラス9名。最小最高人数は6名となっております。で、受講料は1万6千円。一般価格2万円ですね。で、先生はこの一級技能士の、メンバーになりますけども、内藤先生、関西は内藤先生。で、関東は岩井先生、金子先生、木村先生が担当します。はい。で、一級技能士っていうんですけどもね、一級技能士とはみたいな。キャリアコンサルタントを指導するスーパーバイザーですね。キャリアコンサルタントを指導する方です。指導できる方。まあ、個人の相談士を高い水準で的確に行うキャリアコンサルティング能力を有し、組織への働きかけや関係者との連携などのコーディネート能力が求められ、キャリアコンサルタントからの相談に対して不安を解消し、気づき成長を促すような指導アドバイスができるスキルを持つのが一級技能士ってね。一級技能士になるための試験って、キャリアコンサルティングが、まあ、相談者役っていうんですかね。で、そのキャリアコンサルティタントが、相談に来たキャリアコンサルタントが、そのまたクライアントがいるわけですよ。そのクライアントのやり取りにどういうふうにしたらいいかなって悩んでいるキャリアコンサルタントに指導する立場の方です、一級技能士。養成講座で練習したものの、まあ、講師から直接フィードバックがね、もらう機会が少なくて、自信が持てない方におすすめの講座になっております。あとは、まあ、クライアントの不安を解消するのがキャリアコンサルタントなんですけれども、そのキャリアコンサルタントが不安では、クライアントに伝わってしまって、安心して相談することができません。自身の課題を明確にすること、自分のね、課題を明確にすることで、面接試験でクライアントに自信を持って接することができるようになります。まあ、少人数制なのでね、ロールプレイを実施しますので、まあ、講師から必ずね、フィードバックをもらいます。ということで、一級技能士の講座ですね。そして最後になりますけども、繰り返し練習面接合格講座通学ということなんですけどもね、こちらの講座は、1グループ3名に1名講師がつく少人数の講座で、徹底的に繰り返しトレーニングを行い、合格を目指します。講師からのフィードバックを受け、まあ、傾聴力、非言語、言語関わり方を深め、面接の評価区分である態度、関係構築を高め、展開、具体的な方策、自己評価、問題把握は口頭諮問で的確に答えられるようサポートし、合格に近づけます。こちらは講座時間が1日 3.5 時間、だいたい平日の夜間とかにやってることが多いですね。で、定員は、各クラス6名で、実施場所がですね、関東、関西、静岡、名古屋でやってます。最小最高人数は3名で実施したりしますね。で、受講料は、まあ、こちらレック生限定の講座になってますので、8000円ということで、ね、一般価格ありませんので、申し込みの際にですね、受講資格を確認します。養成講座ちゃんと受講されてるかなっていうね、レックのね。で、この講座なんですけども、レックのキャリコン養成講座限定で実施しており、まあ、養成講座の同じクラスのね、まあ、受講生同士で集まって練習しているんですけども、結構レックの受講生は、最後はね、講師に見てもらいたいって感じてる方にね、まあ、最後のところでっていうところでね、おすすめの講座になってます。養成講座のロールプレイ練習同様に、まあ、受講生同士3名1組ロールプレイ実施してもらいますけども、1グループに必ず先生入ります、講師が入りますのでね。で、フィードバックを行います。で、 3.5 時間で、まあ、2回転実施するので、ちょっと慌ただしく本当に練習バーッとやるだけなんですけども、まあ、コンサルタントが2回体験できます。まあ、特にですね、面接試験の評価区分を意識して合格に近づけるサポートをしていきますね。はい、じゃあ面接対策、面接合格講座ね、いっぱいありましたけども、選び方ということで詳細説明させていただきました。はい、それでは次、最後にお問い合わせ先ということでね、こちらお申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンター、電話 0570-064-464 ですね。この各時間でお電話していただければと思います。で、試験に関するお問い合わせはキャリアコンサルティング協議会、
国家資格キャリアコンサルタント試験センターへお願いします。はい、レック養成講座受講生の方はですね、まあ、終了後試験までの間が空いてしまうので、まあ、力を落とさないように、さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用ください。お申し込みお問い合わせは各本校またはレックコールセンターへご連絡いただければと思います。はい、それでは、以上になりますね。面接試験の、まあ、試験対策講座の選び方ということで、私大森が担当いたしました。ご清聴ありがとうございました。試験頑張ってください。